少なくとも年に4度は訪れるというハワイ。さすが買って引っ張るもので、1週間の滞在に必要な食料などは全て初日に買い込む。ここが僕のアナザースカイ、ホノルルです。いいですか。はい。ハワイでは常にリムジンで移動、撮影用ではなく日常の足として活用している。番組で何度も取り上げてきたハワイ、しかし道を極めた男の目に映る景色はこの世あらざるものだった。例えばもはや紹介するまでもない、それぐらい有名なアラモアナセンター。そこにも我々の知らない、見たことのない景色が広がっていた。